はい、ファミリー通信カッコカレの時間でございます。はい、始まりました。本日まとめ撮り3本目ということで、ね、むっちゃくちゃ話すね。何話したいんだみたいな。初回も発売で歌もねえしみたいな、新しい子も出てるし、はい、何話したいんでしょう。なんか気になったことありますか。あります。ありますか。よかった。読者さんからのおはがきです。それは定番ネタで読ませていただきます。よろしくお願いします。はい、はい、山口県、32歳の方、はい、甘神発売、年内ですか。知らない。キミキス2の期待もあったんですが、うん、開発スタッフが一緒なので嬉しかったです。まあ実質キミキス2みたいなもんみたいな、ね、今日ぶっちゃけちゃうみたいな。まあ見た目からしてはい、よくわかんない。でそうですね、こういった意見が身内ながらよくわかんない、はい、いただきました。そんなもんです、会社なんで。はい、はい、ね、甘神我がエンターブレインが誇る超人気ソフトなわけなんですけど、そうですね、キラーコンテンツ、はい、ね、本当にキラーコンテンツだ、はい、やばいです、どう見た感想とか、男藤野君としてはああいうゲームは。そうですね、筋肉も好きなんですが、うん、やっぱり女の子も可愛いですね。12月号の、今制作中の記事を見たんですが、ちょうどこの号、今号ですね、うん、トップにですね、ちょっと胸キュン画像が、なるほどね、あ、まあ、皆さんご覧になってると思うんですけど、はい、バーンと出てますんで、うん、あれを見たらもうちょっと期待がかかるなと本当に脳嘘臭いんですよ、あなたの言うことは。いちいちすごいんですよ、あんな、まあ、確かにメジャーをあんな使い方してあんな風に使うもんじゃないですよ、そう、メジャーは、はい、まあね、みんな見てるんじゃないですか、見てない人とか、うん、まあどうメジャー使われてるのかね、ぜひ見てない方は、はい、戻って見ていただいて、確認してください、ぜひ、はい、タイトルの、まあ、甘神っていうぐらいですから、ね、いろいろ甘神様が出てきてみたいなあ、雨の神様、そうそう、何かこう甘神なんか噛むみたいなイメージですけどまあ普通甘神って言ったらそうなんだよ、まだその絵が出てきてないというのがミスだよね、あ、実はまあ勝手に言いましたけど、はい、全て、適当な予想ということで、社内外の方々申し訳ありません、申し訳ございません、真面目に情報は伝えていきますので、はい、これからも三つ PSP プラス PSTV をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メジャーはあんな風にさ無理やり締めた